八神さん、準備はいい？ああ、行こう。てめえ、八神、なんでここが、くそ！時間食っちゃったよ。行こう、八神さん。なあ。よし。よし、もう少しだ。開いた。てめえ、八神！お前ら、死ぬ気で時間稼げよ。ヘイ！いいね！次次！待たせたな。やれねえから。
うらっ、八神さん、電気、こんなんじゃ戦えないわ。ちょっと待ってろ。ありがとう。いねえぞ、おい、どこにやがった。ここまで来やがったか。お前ら遊んでやれ。へい。八神さん。はいはい、電気だろ、分かってるって。
やつだな。おい、相手してやれ。へい。遅かったな。待ちくたびれたぜ。あ、杉浦、僕のことはいいから、八神さんは海藤さんを行かせると思うか、うん、やるもんだ。やっぱ本気でやるときはこれだよな。いい加減にしろよ。アムラ、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。海藤さん話せ。へっ、てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。
てめえ。さあ、まあ見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはナポリ殺すな。八神さん、終わった。杉浦、そっちも無事だったから手伝ってくれ。海藤さん、怪我どんな感じ？一発食らっただけだ。一人で歩ける。そんなに血出して何カッコつけてんの。まったく。よう、俺も手を貸すぞ。東、おやさん、外にバンが止めてあるから早く医者んとこへ。俺はまだ用が残ってる。おう。もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは殺したって止まりゃしねえんだろう。気づくのが遅いよ、おやさん。よう、まだ口は聞けんだろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。ご自慢のモグラは近くにいないのか。肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえと、
お前も一緒にモグラに殺されんのか。この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か。親父、モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？モグラは俺らで捕まえる。どこに行けば奴に会える？奴は一体何者なんだ？黙ってないで答えろ！なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞ、こら！さっさと弾けや！そうかよ。大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。いい店があるんだけどさ、キャバレー本丸園ってわかる？ふん、凶霊界のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。よう来たな、羽村。ずーっと会いたかったで。松金組の組長さんでっか？俺は初めまして。せやけどあんた登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか？どないしょう。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか？ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせや。いいよ。ふん、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。